カーを愛する皆さん、こんばんは。本日はサウスアメリカカップの模様をお送りします。さあ、トーナメント準々決勝、いいゲームで勝ち上がりました。シュバルツ、海外の名門チームとどう戦うのか注目しましょう。今日の対戦相手は世界有数の攻撃陣を有します、ブエノスアイレス FC。 レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。チャオ、こんばんは、ジローラモです。南米スタジアムから試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。観客もサポーターも盛り上がってますよ。選手たちがフィールドに姿を見せました。それでは本日のスターティングメンバーをご紹介します。画面の左側にエンドを取りましたシュバルツ、ゴールキーパーは上野、ディフェンダーに森岡、広永、広瀬、ブラーメン、ミッドフィルダーは白石、水原、矢部、サムソン、フォワードは松原、エレ。ところで白石、今日の調子は普通でしょう。さあ、両チームの選手がピッチ上に散らばります。間もなくキックオフです。前半の45分が始まりました。前半の14分、広永、どちらが主導権を握るんでしょうか。パスを送ります。ボールを持ちました。パスを出します。ここは無難にインターセプト、なんとかつながった。ボールはブエノスアイレス、どう攻めるんでしょうか。さあ、どこにパスを出すか。よろめきながらもキープ、打った、弾いた、ここからどうする。ディフェンダーが素晴らしいバックアップを見せました。前半23分、サムソン、この辺で流れをつかみたいところです。横に振った、あーっとインターセプト、パスを出します。くさびを入れてつなぎます。抜けた、ブエノスアイレス、シュートチャンス、浅いところから上げた、ストニコフ、ミドルシュート、大きなチャンスを逃しました。これは残念。ところでシュバルツ、VTR 上がったようです。あー、最後の最後でマークする選手を離してしまいましたね。この辺りの攻めに対する対処がまずいですね。
シュバルツ。ここで引き、ディフェンダーこれを読んでいました。前を向いてここからどうするのか。右に振ります。前へ出す。シュバルツ、シュートチャンス。惜しくもカットされました。前半45分が終了。シュバルツ1点を追う展開。これ以上離されたくないところ。現在試合はハーフタイムを迎えています。エレン、ほとんどプレーに絡んでいませんでした。どうしたんでしょうか。後半どう出てくるのでしょうか。右から左に攻めるシュバルツ、後半はどういった試合展開を見せてくれるんでしょうか。一方的な試合展開ですね。もっといい試合が見たいな。後半も45分が始まりました。手元の時計で後半15分が経過しています。ブラーメン、どちらが主導権を握るんでしょうか。残した、ゴール前チャンスだ。一気に突破、打った、弾いた、おっと入った、同点ゴール。後半15分、ミクリア確実に決めました。違う角度からもう一度見てみましょう。ミクリア難なく決めました。いやー、本当にファインゴールです。ここまで試合を支配しているといった印象を受けます。ところでシュバルツ、どちらが先にこの均衡を破るんでしょうか。エレン、インターセプト。シュバルツ、右サイドから進む。ボールを持ったまま切れ込んでいきます。切り返した、ゴール。後半22分、エレン確実に決めました。早速リプレイに行ってみましょう。エレ、素晴らしいシュートでした。余分な力を省いて丁寧にコースを狙っています。油断していると何をしてくるか分かりません。さあ、天気は晴れ、星空の下での戦いとなりました。どうでしょうか。ここから眺める夜景は最高ですよ。スアイレス FC、 フェデリコに変えましてギバール、ここで投入されます。そうですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば2対1、シュバルツ準決勝進出しましたね。大事に戦いたいですよね。内容が気になりますね。エレ、今日の試合での働きは素晴らしいものがありましたね。いい感じですよ。期待通りの活躍を見せてくれました。次の試合も楽しみです。ジローラモさん、次回もよろしくお願いいたします。どうも、まだ次の試合で会いましょう。それでは皆さん、さようなら。